はい、配信を、再開します。ですね、1時か1時半ごろですね、山城博司さんともう一人の座り込みの仲間の方が、なんていうのかな、知ってる人教えてほしいんですけど、解放され解放移送移送、車に乗って出てくるっていうことになってるみたいなので、慌てて私の方は入り口に来てます。で、あっちの方が裏口から、出た場合のために裏口から、裏口にいてくれてます。開放説でしっかり私たちもこちらで集計をしながら、頑張りたいと思います。それで、はい、ただいまです。本当にですね、午後、間もなく説明聞いてみましょうね。中で向かった後は、一旦ここは、閉じたいと思います。集会は集会お二人が中にいませんので、集会を閉じて改めて午後6時にここに最後集まるということで、お二人の解放、こちらで最後ですね、求めて、集会、行動を持つ予定であります。今日は、そういう日程であります。ですから、まもなく、車が出るんだろうと思いますが、そこは、那覇地検、那覇の方に移動されるから、車で出るみたいですね。はい。なのでみんなで、待ってます。この後、那覇の説明聞いてみてくださいね。当然、弁護士からも、開けてくださいね、話にあった通り、今回のいろんな状況からして、本当に不当な、覚悟であるということははっきりしてますので、すぐに帰ってくるでしょう。まずは、警察で聴取がないと、判断がありませんので、そこは、車をですね、出るはずですが、止めるという行動は当然しません。私たちの方が正義であり、正当な、判断が当然、確定されるはずですから、先に送って、聴取が終わってここに戻ってきて、解放されるというふうな、ことですから、激励の意味で、お二人をですね、なるほど。激励をしたいということです。ですから、前に立ちにつながってですね、止めるということは、よしましょう。でも後ろにも私たちのメンバーがいます。出口は、当然、名護市はこちらと後ろの2カ所です。どちらから出るかは、ちょっと分からないところありますけど、いずれにしても、止めるという、行動は、今日はありません。先に早いうちに、検察が、不当な、拘束というもとでですね、交流の要求をしない、ということを弁護団も、そのように、ある意味確信をしているんだというふうに思いますので、これを私たちは待ちましょう。もうすぐ来る2人をこちらでですね、しっかり、激励をしたいというふうに思います。それでは足取り代表はいらっしゃいます。ご挨拶をお願いします。今からですね、一度那覇地検で会ってるかな、ごめんね間違えてたら、那覇地検っていう場所に行って、いろいろ多分手続きとか聞かれたりして、ヒロジさんたちがでまた、戻ってくるので、車でちょっと会えるっていうことで、心強く思います。今、平和センターの大城悟さんから話がありましたように、十分弁護団とも打ち合わせをしながら、山城さん、もう一人の方のですね、早期解放、釈放をですね、の手続きをやっているところです。で、皆さんも ご存じのように、今日の新報タイムズ見たって、本当に、軍警備員ガードマンですよ。彼らがね、山城さんがラインに入っているものをで、ね、後ろに戻すようにしているさなかに引きずり倒して、基地の中にこう引きずっていく、こういう写真が、ね、掲載されて、もう本当にね、こういうことをやるのが
いわゆる米軍の元での心を打ったね、軍警備員だったなと思います。だけれど、私たちはそういう弾圧にね、今、頑張ってる2人はね、絶対負けないです。逆に、あの2人はこういう弾圧だからこそ、余計に怒りが湧き、頑張るという形になっていきます。同じように私たちもああいう弾圧には絶対負けない。カズさん今通ったんだ、はい、私たちの戦いが正義があるんです。むしろ米軍は植民地として私たちの方に向いてる、ここはもう明白になったわけじゃないです。私たちはね、70年間もこういう生活を強いられてきた。そうだ、絶対にもうこれ以上はダメだという戦いをですね、これはもう私たちの本当に総意で作り上げましょう。ですから山城さんはじめもう一人の方ね、頑張れと、我々も頑張れと、こういう理不尽なことを絶対に許さない、そういう戦いとしての彼らに激励をしていきたいと思います。はいね、だから悔しい思いをみんな一緒、私も同じです。この怒りというのをですね、戦いに転化しましょう。運動に転化しましょう。よろしくお願いいたします。はい、はい、あそこの代表ありがとうございます。しっかり、はい、今言われた中にいる、山城さん、そして、もう一人の方も、まあ、24時間の泊まり込みに参加をして、泊まり込みにいろいろ話をしてました。本当に、まあ、真の強い、方です。山城さんと匹敵するぐらいの、まあ、行動力がある方だなというふうに感じてました。今もう代表が言った通りかなというふうに思います。それでは、まあ、午前中も、県議団、そしてから、当地、名古屋市議の皆さん、中福村の議員の皆さんにも、午後、社団長の、はい、たまに、あ、どうぞ、ご挨拶を。皆さん、ご苦労様です。もう、昨日からですね、市民集会をやって、そのさなかに、広司さん、そしてもうお一方、発足されたということで、私たちも本当に怒りがいっぱいです。もうしかしですね、今拘束されているが、那覇に一旦行くと、その力をですね、皆さんの力を今まさにいらっしゃる広司さん、そしてもう一人の方に、絶対大丈夫だよ、みんなで力を合わせてサポートしていくんだからということをですね、伝えて、一日も早く、1時間でも早く拘束が解かれて釈放されることをですね、私たちも願っていますし、絶対またそのようになると思います。先ほどお話ししてましたけども、正義は私たち県民のもとにあります。今、先生もですね、皆さん最初に入校するときにですね、訓示が与えられると言っています。そのときは、民警一体ということを、50年も60年も前にですね、警察官になるための入所したときに、そのことを言われたと言います。軍事が受けたと言います。何か、民というのは民衆です。そして警というのは警察官ですね。一体となって、自分たちは民衆を守る立場だということを軍事を受けるというんですよ。この軍事は今どうなっているんでしょうかね。そうだ。皆さんに言いたいです。市民を守ってください。その立場にぜひとも立っていただきたい。そしてその先頭になって頑張っている私たちの最も人権、そして私たちのこの抗議するというその権利さえもですね、剥奪しようというその行為には断固としてみんなで阻止して反対を唱えていきましょう。広司さん、本当に体も気をつけながらですね、もう本当に1日24時間体制で頑張っているこのお二人です。何としても早めに釈放してもらえるように私たちも行動をし続けましょう。ありがとうございます。佐々木町の浜田さん、すいません、失礼いたしました。
今の方、北谷町の玉那覇議員さんだったみたいですね。それでは素敵、午後、2人にちょっとエールを送りましょう。はい、みんながついてます。はい、まだまだ午後になっても報道陣の方々も、あのようにカメラを構えていらっしゃいますね。よーし、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 我々の仲間を返せ、我々の仲間を返せ、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 直ちに返せ、どうぞどうぞ、どうぞどうぞ、県民がついてるぞ、みんながついてるぞ、仲間がついてるぞ、仲間がついてるぞ、県民がついてるぞ、仲間を返せ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 、今すぐ返せ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 、もう拘束やめろ、もう拘束やめろ、すぐやめろ、直ちにやめろ、守るべき警察機動隊。そうだ。
あの名護市議、簡単に入る、自由に入る、誰も持ってない手に入る、私たちの仲間、イエローラインから一歩入ったらこういうことをするのか、本当に決して許してやらない、そんな住民弾圧、抗議をする市民を弾圧する行為を私たち県民は許さない、私たちの仲間は許さない、今拘束されている仲間を直ちに解放しなさい、逮捕者は直ちに解放しなさい、不当な拘束、そして市民弾圧を私たち県民は許さない。私たちの正当な抗議を弾圧してはならない。私たちの仲間を解放せよ。直ちに解放しなさい。本当だよ、おかしいですよ。今すぐ解放しなさい。米軍の言いなりになるな。米軍の不当な拘束を後押しするな。県民の立ち位置で直ちに私たちの仲間市民を解放しなさい。今、私は名護署の入り口です。わっしょい、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 出る場合は、あちらの方のキャッツを見てください。高速許さんぞ、高速
やめろ、高速やめろ、帰って帰って帰って、
間を返せ、仲間を返せ、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 市民を返せ、市民を返せ、今すぐ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 返せ、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 仲間を返せ、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 市民を返せ、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 仲間を返せ、仲間を返せ、仲間を返せ、さっきカメラやってた人だ。はい、私たちは落ち着いて見守りましょうね。持ってる。はい、みんなで応援しましょうね。乗用車に乗ってるみたいです。那覇地検に今移動されました。
悪いのは米軍であって、なんでまたカメラ回すのかね。逮捕をやってるわけです、ね、そこで2人を励ますために、私たちは2人に寄り添って歌を歌いたいと思います。ビリーブ。はい、引き続き警察は私たちの一般県民市民を映してますね、カメラで。暑いな、太陽が出てきてですね、暑くなりましたね。多分大城さんと尾長さん、議員が写真写ってるかなって見てる。
あの行為そのものは理不尽な行為なので、早急に脚光を勝ち取る、そういうことを、弁護団と皆さんと一緒に作り上げていきたいと思います。よし、よし。今日、朝から6時、また再度、元を作るであろう、また会合を期待してですね、ここでの集会をやります。皆さん、また集まってください。で、今回の弾圧はですね、おそらくテントを解体を目論む、そういうことも含めた一貫の流れだというふうに見て取れることもできます。私たちは現場の戦いをしっかりと、もうちょっと、しっくり抜いていきます。そのことを確認しましょうじゃないですか。こんなことで私たちは負けない。そうだな、負けるはずがないんだ。そうだ、はい、一般社会やります。混雑してるから、混雑してるので渋滞してるので、はい、あ、はい、マジで交通整備してちゃんとして、交通整備。いやいや、一般車両じゃないから、一般車両じゃないじゃん。それでですね、明日からも、今日の夜からも、明日からも、座り込みは続けていきます。よし、よし。いつスパッド、大型スパッド大戦が入るかわからんわけですよ。そうだ。そして安倍政権は辺野古の新基地建設を諦めてるんじゃないの。小長知事の中止要請もせせら笑ってんの。そして県警や海上保安庁の警察権力を使って私たち抗議の行動を圧殺しようとしているわけです。このことはお互いね、この圧殺を跳ねのける、そういう戦いを今からまた再度作り上げましょう。そのことが安倍政権に対するうちなんちゅう沖縄県民のこの答えであるということをね、確認し合いましょう。今日も県議団、あるいは国会議員団はそれぞれ防衛局長、あるいは県警に抗議をし、私たちとのこの現場の戦いと不利一体の戦いを作り上げてます。小長知事を支え、南那須知事を支え、この辺野古に新しい基地を作らせないということをしっかりと受け止めて戦いましょう。終わります。はい、今アストムさんからありました通り、私たちの弁護団も言ってました、今回の不当な拘束、今日国座に釈放されるでしょう、解放されるでしょう。私たちの弁護団もしっかり対応してもらってます。夕方また6時に結集しましょう。はい、6時には勝ち取ってます。解放を勝ち取ってるはず。よし、
広司さん大事に。トイレちょっと使って。巡査部長やからあんまよく分かってないね。ダメだそうです。ダメです。はいはい。巡査部長。トイレダメだそうです。どんずら巡査部長。今、たまたま報道の方が、巡査部長のトンズラに話してたんですけど、で話終わった後にトイレ借りていいですかって言ったら、ダメだそうです。いや、誰かから聞いた感じでダメだそうですってなってましたね。でも、この奥にいる人とかちょっとすすら笑うような感じでいつも立ってるんですよね。普通の顔すればいいのに。みんながいなくなって、少なくなってから前に来ましたね。多分サングラスとマスクしてるから沖縄の人じゃないですかね。同じ沖縄の人。なるべく警察でも上司とか上の人を取るように一応私してますけどね。部下の人たちは上の人の指示に従ってるだけだと思うんで、はい。トイレはコンビニもあるだろう。確かにあるけれども、警察署が目の前にあったら、普通はこれ私たちの税金で払われるから、はい、税金で払われるから、説明お願いします。近所いけるな。近所、近所さん説明お願いします。なんで広司さんだけ解放されたんですか。副署長の近所、同じ近所さん、私あげなです。金城さんが、こっち振り向いてくれましたね。はーみたいな感じで見ました。今はーみたいな感じでこっち見て、あーみたいな感じで中に入っていきましたね。いや多分目バッチリあったんで、はい、説明お願いしますって言ったら、はーみたいな感じで、あーみたいな、年上っぽく、年上ですみたいな、はぁみたいな感じで歩いてましたね。歩き方が見ました。そうそう、副署長だったんで、はい。金城さん今一瞬急に出てきたんで、金城さん説明不当逮捕した、なんで説明お願いしますって言ったから、振り返ってまたこっち見て、ちょっとだけ止まってすぐ中に入っていきました。話したらいいのにね。同じ金城さんね。同じ金城さんじゃないよ。同じ沖縄の人ね。警察の中でマスク流行ってんの。みんなマスクしてるけど。よいしょ。すいません、忘れ物いますか。忘れ物。はい、じゃあまた6時にですね、夕方にまた名護署に戻ってこよう、来ますんで、はい、また6時から。で、報道の方々も、はい、頑張ってます。 QAB だ。誰かの顔分かります。パソコン分からない。いや、分からない。あ、報道の人とか、報道ですよね。多分女の子だと思います。分かりますよ。分かる。女の格好かな。了解ジャンパーが。すごい手書きだね。
すごいね。はい。はい、じゃあ私一旦配信終わります。パトカーが帰ってきた。はい、今先ほど、山城博司さんともう一人の、抗議者のメンバー一人の男性が、車に乗って、那覇地検に一旦移送されました、されてしまいました。まあ、ちょっとこの逮捕され、まあ、こうやって拘束された後のこの流れっていうのがちょっと私わからないものですから、まあ、一応那覇地検に一旦今移送されて、でしばらくしてまた名護署に戻ってくると思います。多分それが6時ですかね、6時に戻ってくると思いますので、はい、それでまたなら、あの、ね、自分たち何したらいいかちょっと予定立てつつ、はい、配信していきたいと思います。この人修羅、人修羅さん、これって何ですか、応援してるんですかね、それとも何なんですか、トイレ早く行けって言ってんですかね。私あの自分で決めますので言わなくていいですよ。はい、また変なコメントしたらごめんね、私ブロックします。はい、こういう人はあの話しても全然話がね、違う方向になったりするんで、はい、まあ、せっかく友達になりたいのにね、まあ、コンビニコンビニとか言われてもね、まあ、コンビニ行きたいときは行きますんで、はい、よろしくです。中立の目で見てます。なるほど。私もですね、どっちかっていうと中立で見てますよ。はい、だけどね、間違ったものは間違ってるって言うからね、だからあの声上げてるだけだから、私も中立ですよ、右でも左でもない、はい、普通 の、 あの一般の沖縄県民ですからね、はい、何のグループにも所属しておりません、はい、そこのところよろしくですよ。はい、はい、皆さんお疲れ様です。ムータンさん、はい、ありがとうございます。イエイイエイ、あかねママお疲れ様です。さっきひろじさんちょっと見えなかったね、だけどきっとなのは車の中で、あいやーなーなーみたいな感じで喜んでたと思うから、はい、じゃあまた改めてね、6時にまた、まあ名護署には入ってほしくないけども、はい、みんなのところに向かいましょうね。はい、じゃあ一旦配信終わりましょうね。はい、私のまたキャスもあるんで、お暇じゃないけど、あのね、それでもずっと気がかりな方はそちらの方を見てくださいね。はい、よろしくお願いします。イエイイエイ、お疲れ様です。コメント拾って、イエイイエイ、はい、そうなんです。あきさんもいつもお疲れ様です。ごめんなさい、もうですよ、やっぱ現場も緊迫してるんで、はい、で私あの配信よりもこうこのね、県民の一人としてのスプレヒコールとか参加もしたいので、コメント全部は拾えませんが、みんなあのごね、そこんとこよろしくお願いします。はい、じゃあ配信終わります。はい、また声おかしくなってきたさ。はい、あ、マチコさん、そうですよね、はい、はい、うん、はい、了解です。夕方にね、はい、またその間に何か動きがあったらまた配信したりしますね。はい、一応あのキャスですので、個人キャスなんでね、はい、もう少しね、ちょっと自由にもさせてもらいたい時もあるんで、よろしくお願いします。バイバイ、バイなら。はい、昭和で、なら今。はい、バイバイ。